いこんちヨヨヨです。今回も COD モバイルバトルロイヤルの方でやっていきたいと思います。今回は武器障害動画ということで、全距離万能 AR で SR の相方にも最適な AK117 カスタムの紹介ということで、こちらの内容でねやっていきたいと思います。少し前からこの117をメインで使っているんですけど、視聴者さんからね教えてもらったカスタムなんですけど、どの距離もねとにかく扱いやすいんですよね。しかもカスタムの内容聞いたら結構驚くと思うんですけど、このカスタムでね全距離いけんのっていう感じだと思います。おすすめは SR の相方にして持つのが一番なんですけど、まあ SMG とのね組み合わせも最高です。それでは早速カスタム紹介していこうと思います。こちらマズルに MIP ライトフラッシュガード、バレルに OWC マークスマン、レーザーに MIP レーザー 5mW、アンダーバレルに MERC フォアグリップ、弾薬に48ラウンドマガジンということですね。いかがでしょうか。基本腰打ちカスタムになるんですけども、めっちゃ意外なカスタムじゃないですかこれ。117のねアイアンサイトに慣れてる人はこのままで、もしくは特殊サイトを持ってる人はですね、まあ、このままのねカスタムでいいと思います。でね、サイトがね見にくいよっていう人はカスタムのねレーザーサイトをドットサイトに変更すれば大丈夫です。このね超意外なカスタムで覗き打ちがかなりまっすぐ飛ぶんですよ。元の方はですね縦反動制御、長射程、拡張マガジンで基本構成してます。腰打ちのね精度をもっと上げたいよって人は縦反動制御か長射程を腰ダメ打ちの密集に変えてあげてください。でね、ヤスケもね最近ねコラボ配信したゼロちゃんもねこの117めっちゃ使いやすいということでね、かなり高評価もらったんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。最近ですね TikTok でもねライブ配信始めてますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは本編の動画どうぞ。開いた？あ、開いちゃったね。じゃあ戦闘しようか。よーいスタート。さあキルパックからスタート。あ、そっちから飛んできてんのか、なるほどね。はい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 、あーはいはいはい、いますね。こんぐらいじゃないですか。後ろからも車両、それはやれる。いやーやりたい。陽一二機やり、これで書くかな、ここは。さあ、OK。あ、なんかいますね。違いますね。おっと、怖いぞ、これは。OK。いやー、それはきつい。ナイスカバー、カバーなんかなんか分からんけどナイス。ちょっと待って、キルパクされるキルパクされるぐらいだったらもう回復入れる前にもう核キル入れるわ。木、あ、木出してとりあえずで、美味しい思いをして、こっちにもなんか美味しそうなやつ、美味しくないねお前は。美味しそうな思いをしてから敵と戦うべきですよね。はいはいはい、美味しいものは何もないと。見えないんですけど、こんなもんかしら。お、当たった。おい、ナイス。117ガチ強くねえかこれ。あ、しかも角抜けたんかな、角なんかな。 OK。そこにいるの見えてます。これキルパクされた、トラックにキルパクされた、もしかして。されてんな。はい、サンキュー。はい、犬処分。はい、いい展開。ラベランの野郎がいるな、まだちょっと多いね、物資がね、邪魔なもんが。
うん、なるほどね。まだいますね。攻めトラマス、いいよ。腰打ちの精度もだいぶいいからね。これデスボー何個作れるん、ここで。やばくねえか。向こうにいる砂がどうなったかだよな。とりあえず砂持ちたいんだけど、持つか。ここに来て砂持つか。なんかあるっしょね、砂玉とか砂角とかどっかにあるんじゃないかな。何撃ってた？銃声するね。そっち行くか。で、あ、カスタムとかもめちゃくちゃ集まってんだ、この辺ね。おい、びっくりした。びっくりしたやつを冷静に対処。OK？ で、物資に群がる味方たち。バッチリです。いるね。お知らせしとくか、一応。ダガーン。はい、ヘッドショット。はい、角切る。オッケー。あ、あれか。この距離で117が、ちょ、偏差がむずいね。よう刺さりますと。腰打ちカスタムなのにもかかわらず、この距離で117がよう刺さりますと。ああ、ああ。もう強すぎやろ。117いつの間にこんな強なったっていう感じやね。あ、いたいた。はい。はい。はい。OK？ 結構外したけどね。あ、時々いい巨乳の FPS 日誌さんがいますね。あれだな、あれだな、あれだな、グレネード祭りじゃ。巨乳の FPS グレネード祭りじゃ。いい位置取ってんな。ほんで割りついとくか。あ、下降りてるな。やばい。ナイスイチ。さすがにナイフは無理だった。